肉まんです。今回は業務スーパーで買ってきた商品のご紹介をしていきたいと思います。今回もいろいろ見たことない商品がありました。ちょっと前から売られてるサバチ、この姉妹品でツナチが売ってました。この商品美味しいんですかね。食べたことがないんですけど、食べた方感想お願いします。お菓子なんですかね。あとはお魚コーナーで初めて見かけた商品、塩サバ切り身4切れ入りみたいですね。見たことがないです。あとは見たことないイカ商品が多かったです。スルメイカ、つぼ抜き、ヒラキイカなんてものが売ってました。あとはお菓子コーナーでも見たことない商品が売ってました。リキュールケーキオレンジ、これともう一つ同じ商品でリキュールケーキジャマイカラム酒という商品が売ってました。かなりお酒が効いてそうですね。今回は違う気になる商品2点買ってきたので買わなかったんですけど、次回あったら試してみたいなと思います。今回買ってきた合計点数6点、合計金額2247円でした。それでは早速紹介していきましょう。まずはじめにスイスロールケーキ 300g 入り、お値段が税別365円でした。原産国イタリア。お菓子コーナーで見かけた新商品です。スイスロールケーキみたいですね。見た目からすごく美味しそうで、見た瞬間あ食べたいと思ってしまいました。パッケージ見ると丸太っぽいですね。オープン。パッケージ見ると茶色っぽかったんですけど、実際は黒っぽいですね。すごく大きなスイスロールケーキが出てきました。サイズは横19センチ、縦 7.5センチ、高さ 5.5センチ、すごく大きいです。こんな感じで切り分けました。切ってる時からお酒の香りがすごくしました。スイスロールの上の部分にはザクザクした食感っぽいものが振りかかってますね。いただきます。うん、食べた瞬間ブランデーのようなお酒の香りが鼻から抜けていきます。味もブランデー感すごいですね。そして甘さがガツンときます。甘党の方でお酒好きな方にはおすすめな商品ですね。食べた食感はすごくしっとりしてるので食べやすかったです。一番上に乗ってるのはジャリジャリした砂糖かなと思います。層になってるんですけど、ちょっと色が違うところがブランデーがたっぷり入ってるのかなと推測します。お酒の味がすごく強いのでお子様は食べれないと思います。大人の方でもお酒が入っていると好き嫌いが分かれると思うんですけど、かなり味が強いので買うときは注意が必要です。続いてチョコレートケーキコーヒークリーム入り 240g、 お値段が税別313円でした。原産国イタリア。こちらの商品も初めて見かける商品です。見た目がすごく美味しそうです。おー、個包装タイプ、かなり嬉しいです。全部で8個入ってました。8個入ってたので1個あたりのお値段39円です。パッケージ、見た目通りのものが出てきました。個包装には珍しい、こんな感じのクッションがついてますね。サイズは横7センチ、縦 4.5センチ、高さ2センチです。土台はチョコレートっぽいですね。で、スポンジです。じゃあ早速いただきます。香りがお酒感強いですね。1商品目に紹介したお菓子とかなりテイスト似てますね。お酒感もちょっとあるんですけど、
1商品目よりは少ないです。そして間にコーヒークリーム入りなので、さっきよりはふわふわに食べられます。そして一番下がチョコレートベースなので、チョコ感もありつつ、私はさっきのお菓子よりはこちらの方が好みです。お酒が苦手な方はこちらの商品買ってもいいのかなと思います。香りはお酒感強いんですけど、味はお酒感が全然ないです。ふわふわでこっちの方が美味しい。ただ甘いのでコーヒーと食べたいです。続いて焼きイカ 200g 入り、お値段が税別376円でした。原産国中国。こちらの商品初めて見かける商品です。肉厚なイカを柔らかく焼き上げました。お酒のおつまみにぴったり。自然解凍待っていきたいと思います。自然解凍してきました。一袋の半分ぐらい盛り付けました。入ってる量は意外と多かったです。そしてすごく肉厚です。いただきます。うん、美味しい。肉厚なんですけど、イカが硬くなくすごく柔らかいです。そして味付けもしっかりされてます。ちょっと濃いぐらいなんですけど、お酒のおつまみとしてはすごく美味しくいただけるのかなと思います。焼きイカというだけあって、焼いてる風味、醤油の香ばしさがありつつも、イカ本来の味が楽しめてとても美味しかったです。続いて味噌仕立てもつ煮込み 500g 入り、お値段が税別257円でした。具沢山入ってるみたいです。ちょっと前にもつ煮込み何回か試したことがあるんですけど、小さなサイズだったので量も少なかったです。今回は 500g と多いので食べるのが楽しみです。湯煎してきました。完成です。具がそんなに入ってないですね。入ってることは入ってますが、スープの方が多かったです。香りはすごく美味しそうです。まずはスープから。うん、白味噌ですごくあっさりしてるんですけど、コクが少ないように感じます。確かに具材はたっぷり入ってそうです。うん、もつはすごく煮込んであるのか、柔らかくて噛み切れるぐらい煮込んであります。ちょっと弾力感欲しかったですね。野菜もすごく煮えてて、とても柔らかいです。量を見るとこんな感じで具材は入ってるので、もつ少なめで野菜多めですね。257円なので妥当な金額なのかなと思います。味がちょっと薄めなので、もうちょっと味噌足したいですね。続いてホタテ入りクリーミーコロッケ 420g 12個入り、お値段が税別352円でした。旨味たっぷりのホタテとベシャメルソース。こちらの商品初めて見かけました。開けてみるとこんな感じ、トレイに入ってます。揚げてきます。揚げてきました。サイズ感もすごくいいですね。いただきます。中はこんな感じで、たっぷりのベシャメルソースが入ってます。クリーム系のコロッケが好きな方は好きな味だと思います。ホタテ入りと書いてあったんですけど、ホタテの身みたいなものは感じなかったです。クリームの中に入ってるんですかね。ホタテのエキスのようなものは感じました。ソースも濃厚で美味しいと思います。サイズ感もいいので、お弁当のおかずにもぴったりだと思います。続いて中華まん5個入り 500g、お値段が税別418円でした。原産国中国。こちらの商品は前に買ったことがあるんですけど、パン君が大好きなので買ってきました。軽く紹介したいと思います。
約8センチぐらいの小ぶりの中華まんが入ってます。電子レンジで調理します。チンしてきました。具材たっぷりです。うん、やっぱり美味しいですね。こんな感じで見ての通り、豚肉、タケノコ、椎茸、大きめなサイズで入ってます。食べ応え十分ですごくボリューミーです。味はすごく美味しいです。豚バラ肉が結構入ってるのでちょっと油っぽさもありますが、とても美味しくいただけます。こんな感じで今回業務スーパーで買ってきた商品のご紹介を終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回もいろいろな商品を買ってきました。お菓子系はお酒がたっぷりで甘かったですね。甘党の方にすごくおすすめです。今回リピートしたいなと思った商品は、ホタテ入りクリーミーコロッケ、中華まん、焼きイカも美味しかったです。ぜひ気になる方買ってみてください。焼きイカはちょっとしょっぱめなのでお酒飲む時にいいと思います。ぜひ気になるものあったら買ってみてください。こんな感じで終わりにしたいと思います。少しでもいいなと思ったらグッドボタン、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。